ベン・アーサートは、イギリス、スコットランドのアーガイル・アンド・ビュートにある山である。ロングワンの湾、奥付近に位置し、標高は884メートルである。標高上は、コルベットに過ぎないものの、ハイランド南部で最も見事な山の一つともされており、ロッククライミングの名所でもある。ザ・コブラーという名称でも知られる。アロッハ・アルプスに属し、最高峰ではないものの、 その特徴的な頂上から最も壮観であるとされる。ザ・コブラーという英称は、離れていても視認できる頂上が、靴職人が足型の上に鏡込んでいるように見えることに由来する。万能となるには、標高が足りないが、独特の地形とアクセスのしやすさ、景観の良さによって、スコットランド有数の人気を誇っている。最高点背景左側の山は、 ベンローモンドベガーサーには3つの頂上があり、このうち最も高いのは中央のものである。最高点となっている突出したキララを含む結晶変岸の路頭へは、ニードルと呼ばれる穴を抜けて、幅約1メートルの岩棚を登るルートが一般的であるが、岩棚は傾斜が急で片側は30メートルの断崖となっており、スクランブリングを伴う上に、 高所への恐怖を克服する必要がある。三つの頂上は小規模な建国の周囲にあるが、現在の地形は氷河による侵食ではなく、地滑りによって形成されたものである。北の峰は大きな亀裂が入っており、登山道はその間を登るようになっている。中央と南の峰は崩壊して、黒を強国に流れ込んだ尾根の残骸であり、西側は通ることが難しい。 最もメジャーな登山ルートは、ロングコ湾ン、奥の村サコスから出ている。古くからの道は、水利用の軌道の跡を流用したものであり、斜面をまっすぐ登っていくが、新たに登山道として整備された道は、林業地の中をつづら折りで登っていく。二つの道は合流すると、アルトエイベラチェインという渓流に沿って進み、ナーネインボールダーズと呼ばれる、巨岩群のそばを通って、 標高600メートル前後で傾斜が急になる。頂上近くでは平坦に近くなり、ケアンのある峠から3つの頂上に向かうことができる。上記の道のほか、西方のクロウ強国を通る A83 号線からのルートやロング湖から南東の尾根に沿ってのルート、バラックエーマヘイムという標高640メートルの峠からのルートがある。なお、バラックエーマヘイムを経由することにより、 ベン・ナーネーンやベニ・イメなど他のアロッハー・アルプスの山々と組み合わせての登山が可能である。ベン・アーサーはハイランド地方南部で最も重要なロッククライミングスポットであり、スコットランド発のロッククライミングクラブは1866年創立のコブラークラブである。ありがとうございます。